皆さん、やっさーやっさー。10月11日月曜日夜11時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの今夜もやさぐれちゃいな第246回目がオンエアでーす。イエーイ。さて、この番組の視聴方法ですけども、はい、こちらのリンク、そして下の概要欄の方にもねリンクを貼っておきますので確認よろしくお願いします。お願いします。本当ね、うん、たくさん見てくれてんだよねこの番組、うん、番組っていうか YouTube のな、ね、動画を。だけどね、チャンネル登録者が増えてないんですよ最近。プラスね、たくさん見てる割にはね、うん、グーとかね、うん、うーとかっていうのもねそんなないしね、もうそろそろコメントしてもらってもいいんですよ。あのコメントもないしね、最近ラジオの方のね、Facebook の方にも Twitter の方にもね、コメントがなくなってきてるんでね、あーそっか、あ、見てくれてんだとは思うんですけどね、うん、ちょっと寂しくなってきたんでね、うちら寂しがり屋なので、はい、ちょっとそこら辺のところもよろしくお願いします。お願いします。ということで、はいはい、毎月第2月曜日は、うん、みんなこの曲面白いでいっぺん聴いてみようのコーナーです。はい、はい、で今月はゆうとが担当ですけど、うんうん、俺が担当だわ。そうですよ、うん、ということでね、今夜お届けする曲は、曲はグループ魂で、うん、君にジュースを買ってあげる。うーん、君にジュースを買ってあげる。なんか曲名だけ聞くと怖いね。なんで？なんか知らん人が君にジュース買ったるって言ったら知らん人についてっちゃダメだよっていう感じじゃない？あ、そういうことな。そういうことな。うん、あ、俺昔よく言われた。怖い。おじさんとご飯食べ行かないとか、そう、うん、駅の階段とかで止められてね、うん、まだ俺は小学校とか中学校ぐらいの時に、へー怖。まあね、うん、この曲ですけどもね、うん、まあまあ怖っていうよりも怖くはないけど、うん、でも、っていう感じの曲、そうなんだ、うん、ちょっとねプッて笑うのと、うん、なんだこいつって思うのと、へ、なんかちょっと二通りあるような感じで、複雑だね。まあ面白い曲って言ったら面白い曲なんだけどね、うんうん、ちょっと楽しみにしておいてくださいっていうところで、今ユミちゃんのライトが消えたんでね、ユミ、はい、ちゃんちょっと暗くなってるけどね。うん、うん、まあまあいいよ、このまま行きましょう。はい。そして今夜のリクエスト曲は、はい、名古屋市のどこかにお住まいのラジオネーム未来さんより、お、牧原のりゆきで、もう恋なんてしないをお届けします。うん、うん、いや俺はするよ、言うとは、うん、俺はする。いやいや違う、曲名だから。いや俺はする。言わないよ絶対とかじゃなくて、もともと言わないもん。もう恋なんてしないなんてね、ああ一回言ってるからねこの人。俺は言わんよ。言わないよ絶対って言うけどね、うん、俺はだってもともと言わないもん。しないと俺はずっとする。したい。どうぞ。したい。どうぞ。したいんだ。恋がしたい、ね、っていうぐらい。そう。まあでも本当懐かしい ね曲ですよね、うん。まあこの番組ならではなんだろうね、多分こういうリクエストって。そうなのかな。うん、そうかもね。ナウイ曲もあればね。そうそう。うん、難しい懐かしい曲だったりとかがね、うん、結構リクエストいただくんで ね。ちょっとな、久しぶりのなんか。これどれぐらい前なんだろうな、ね、だいぶ古いよ ね、うん、ちょっと昔のねこの頃の時代にタイムスリップしましょう、うん、はい、はい、ということで、はい、ということで我らやさぐれナイトが独断と偏見でお届けする、うん、やさぐれジュークボックスのコーナーですけども、イエイイエイ、うん、今回の担当ゆみちゃん、はい、何をセレクトしてくれたのかな。今夜はですね、うん、夏木マリさんと、お、泉谷しげるさん、は、お、この2人が、うん、デュエットしてるんですけど、お、その曲は、お、有歌壇の、うん、胸が痛い、マジか、うん、を今日はお届けします。マジか、マジだよ、はー、って言われても男女で分けて歌ってんのか。そうだね、まあでもどうなんだろう、
まあ2人ともかっこいいからさ、うん、かっこいい感じに仕上がってるんだよね。まあ俺らがやったとして同じバージョンで、うん、かっこ悪いからかっこ悪い感じに仕上がるってことそれ失礼だぞ、やさぐれさんに。そうか、やさぐれさんに謝んなさい。お願い、うん、よしなんだこれ、ちょっとめっちゃ楽しみじゃないですか。楽しみでしょ、ね、みんなもちょっと聞いた方がいいよこれ絶対。俺からもね、うん、おすすめしたくなると思う。わかんない、聞いたことないけど聞いてみて、うんうん、想像つかんもん。かっこいいから多分ね、アレンジも若干違うんだろうな。違うと思うだよな、そんな感じがする、うん、あ、まあ楽しみにしておきましょう。はい、楽しみに。それでは皆様お待たせいたしました。10月3つ目のキーワードはゆみちゃんなんですか。3つ目のキーワードは、うん、ゲットワイルドのゲーです。ゲットワイルドのゲー、うん、今電気こっち消えたね。そうだね、ゲットワイルドってあれか、うん、TM ネットワーク。そうです。マジか、懐かしいね。これってシティハンターの主題歌かなんかだよな。うん、その漫画があんまよくわからん。俺の一番尊敬するサエバリオさん。尊敬する、うん、もう俺サエバリオみたいになりたいと思ってる。あ、そう、うん、よく知らんけど100万トンの金槌で叩かれる、ね、それでも生きてるサエバリオ。すごいね。すごいやろ、うん、まあそう、うん、これもなんか久しぶりに聞く曲だけど、うん、これはかかんないんだね。これはかかんないですよ。そっか、キーワードだもんな、はい、うん、そうです。なんで皆さん10月3つ目のキーワードは、はい、ゲットワイルドのゲになりますんでね。ちょうどこれで3つ目、今日のオンエアで4つ目、はい、ちょうど今月中盤やな。そうだね、真ん中になりますんでね、はい、そろそろ皆さんね聞いてくれてるんだから応募しましょう。はい、ぜひね、うん、本当に応募ない時もあるから、ない月もマジで悲しい。本当にある時はある時で多いしさない時はない時が続いたりとかさ、ね、そう差がね、うん、さらにねリクエストもねそこをついてきてますので毎回言ってるけど、はい、もういい加減みんな自己主張しよう、うん、私聞いてるよっていうのをねリクエストでねやっぱしてもらわないとうちらもわからないので、うん、あ、なんで自己主張聞いてるんですよ私っていううちらの質問でも何でもいいのでね、うん、ぜひぜひ、はい、お待ちいたしております。お待ちしてます。ということで今夜10月11日月曜日夜11時から放送ミッド FM761 やさぐれナイトの今夜もやさぐれチャイナをお聞き逃しな。泣く泣く。それでは皆さん今夜もやさぐれチャイナ。チャンネル登録よろしく。